ドイツの古田修道院にあったアピシウスの写本、ニューヨーク医学アカデミーが1929年に購入した。アピシウスとは古代ローマローマ帝国時代の調理法、料理のレシピを集めた書籍である。遅くとも4世紀末から5世紀初頭には完成していたとみられ、古典ラテン語よりは俗ラテン語に近い言語で書かれている。この本は古代ローマ。 一世紀のティベリウス帝の時代にのグルメとして知られた料理人マルクス・ガビウス・アピシウスとの関連が長年言われてきた。この本はしばしばマルクス・ガビウス・アピシウスによって書かれたと主張されたが近代以降の研究によりその人物の著作ではないことが明らかになった。様々な時代や土地の料理が編纂されているためその中に マルクス・ガビウス・アピシウスの著述が含まれている可能性はある。アピシウスは料理本、レシピ集である。初期の印刷本では料理の題目という表題が付けられた。そして、写本の一つバチカン所蔵本の表紙に APIC と記されていたこと、三つのレシピがアピーキス風と名付けられていたのでカエリウス・アピシウスの著作だと推定されたこともある。 アピシウスデリカルネリア、アピシウスは、全章10巻から構成されており、ギリシャ語のタイトルがついている。近代の料理本の構成に似ている。エピメルズ、注意深い家政婦、サーコプテス、肉引きキサパーロス、庭出版デクター、多くの材料オスプロン、豆料理、エリピッツ、鶏料理パリテレイス、グルメテトラパス、四足獣、ターロッサ、海鮮料理、ホールズ、漁師、 アピシウスの中に出てくる食物は地中海盆地周辺の古代世界の日常生活を再現するのにとても役立つ。しかし、そのレシピは当時の富裕層に合わせたものであり、当時の外来の材料はほんの少ししか含まれていない。アピシウスからレシピの一例を挙げるアピシウスでアプシニースイコンディ・モンティス1709年、マーチン・リスターが個人的に出版した。 アピシウスの版の第二版の口絵である。通常版のアピシウスとは全く違った写本がある。抜粋本、有名なビニダリウスによるアピーキウスからの抜粋ティーである。カロリング町ルネサンスキー後すなわち8世紀に書かれた写本で、パリ国立図書館の写本集、プリジーナスラティナス1318に収録されている。しかし、タイトルとは裏腹に、 この小冊子は今日我々が目にするアピシュースから抜粋したものでない。しかし、共通する料理もあり、何らかの関係がある絵本である。現存する通常版のアピシュースを皇帝出版したものとしては、1498年にミラノで発行された本と、1500年にベネツィアで発行された本の二つがある。これ以降の4世紀間に、 多くの工程版が出版された。1867年にハイデルベルクで CT シュックによって出版された工程版では通常版の他にビニダリウスの抜粋も含まれていて長い間定評のある決定版とされた。1498年から1936年までの間にアピシウスは14回ものラテン語版の工程本が出版なされた。しかし、 他の言語に翻訳されることがなかったが、1852年に初めてイタリア語版が出版された。20世紀に入るまでにドイツ語版とフランス語版も出版された。ベーリングは1936年に英語版で初めて出版し、タイトルはクッカリーダイニング・イン・インペリアル・ローマであった。1977年にドーバー出版より出版されている。 しかし、これは現在では、歴史的な興味に留まっている。なぜなら、ベーリングのラテン語の知識は完全な翻訳を行えるほどではなかったこと。さらに、ベーリングの本が世に出てより後に、より実用的な翻訳本が世に出されたからである。1978年にミラヨコタ、ノブコによる日本語訳が出版されている。ありがとうございます。